久保さん、今回ギャンブルにフォーカスにしましょうか。去年ですね、僕、はあのちょっと遊びまして、あの久しぶりにハマって、あの毎日スロット行ったりとかする時期があったりとかしたんですよ。<そう> <laughs> で、まあ、結果的に去年、11月で終止符を打ったんですけども、まあ、12月はもう最後やるぞって言って、もうあのやそこからやってないんですけど、 まあ、11月ぐらいまで、まあ、なんだ、ギャンブルをやりまして、結局、収支が最終的にマイナス60ぐらいになりまして、そう。だから、今年はね、あのー、一回も絶対やらないと。去年遊んだから、今年は仕事やるぞ、みたいなね。うん。 まあでもキャバクラにいっぱい行ってるのと比べたら安いと思うんですよね。久保さんが当時キャバクラに行ってた時、年間で多分60以上はキャバクラに使ってた時期もあるんじゃないかなと。わかんないですよ。1回5000円の飲み放題で終わらせたら60いかないかもしれないですけど。<laughs> うん。だからまあ、まあ去年はそのスロットにね、フォーカス、スロットを打ちまくってたんで、 スロットにフォーカスしてた時はもう毎回ねそのあのパチアのねあのスロットとかの台の,のデータとか見れるんですよでそれを寝る前にデータ見たりとかして、まあ、時には並んだりとかもしたりとかもしてもともとギャンブルね僕ねしなかったんですけど大学の時僕ギャンブルしなくてまあ大学生の時って周りのみんながスロットを打っててあスロット行くぞとか言っててで友達がギャンブルそのスロットにはまって 友達に金借りてなんかすごい状況になっちゃってまあそれでちょっと説教したこともあってスロットやるやつはバカだと思ってたんですけどでなんですかねまあその後社会人になってまあ会社が倒産してニートになってそれでニートになってでまあ実家に居場所がなくなって逃げるかのようにパチンコ屋に入ったのがきっかけでそこからそのギャンブルのね スロットの楽しさっていうのを、あの、分かって。そこから、まあ、はまってったんですけど。だ当時、その、毎日行ってましたね、その当時も。うん、で、当時は、その、爆連機みたいなのがあって、4号機みたいなあって、なんか、まあ、貯金、僕、50万あったんですけど、その時ね。で、半年ぐらいで毎日稼働で、 まあ初心者から始めてですよ。初心者から始めて毎日稼働で半年間で50万を2倍にしたんですよ。だから、年利50%じゃないですよね。半年だから年利とは言えないか。結構すごくないですか年利50%ではないですけど、半年で50%ですから50、50%増やしたみたいな。で、その時いまだに覚えてますけど、なんかあの、10万円の札束を、10万円をこう並べて、おいついに100万いったな、みたいな。 俺はスロプロで飯食ってこうかなみたいなね <laughs> 思ったりとかしてましたけどやっぱね何にフォーカスするかによってえあの行動するものも変わってくるしその得る情報も変わるわけでしょうおっきたあちょっと来たんで